ました。久しぶりに会ったっていうのに浮かない顔だな。いや、こんな早くにお前と当たるなんて意外だなって思っただけさ。まあな。どうやら形上はトーナメント方式の大会みたいだからな。誰とどこで出会っても不思議じゃないさ。まあ、もっとも俺もお前とはもう少し後で戦った方が気分的に盛り上がったんだけどな。そうだな。ここで俺と当たっちまうとお前のレースもここで終わりだからな。相変わらずだな。でも運が悪かったのはお前の方だぜ。ちょうどバックブレーダーもこの勝利で星が一つ増え、記念の勝利をお前とのレースで飾らさせてもらうことにする。そんな強がってていいのか。今回はサポートしてくれる仲間もお得意のデータ分析も使えないんだぜ。そんなんでマグナムに勝てんのか。どんな状況下でもパーフェクトに勝利する、それが俺たちアストロレンジャーズさ。パーフェクトね。じゃあ悪いけど、そのパーフェクトな勝利ってのに早々と傷をつけちまうことになりそうだな。結果はレースが終わればわかるさ。あまりここで無駄話をしていると俺の計算が狂うんだな。そろそろ始めようか。ああ、俺はいつだって準備 OK だぜ。 OK、 それじゃあクールに行こうぜ、ゴーセイバかな。へへん、悪いな。俺の勝ちだぜ、ブレッド。まさかこんなとこで負けちまうなんてな。まったく、相変わらずこっちのデータを覆す無茶苦茶な走りをしてくれるぜ、お前は。何言ってんだ。それじゃ俺が何も考えてないみてえじゃねえか。おお、お前にしては珍しいな。何か作戦でもあったのか。当たり前だ。俺んだって作戦ぐらいあるさ。例えば抜かれたら抜き返さなきゃなーとか、ストレートはぶっちぎらなきゃなーとかな。そりゃ作戦とは言わねえよ。え、そうか。まったく。ま、何にしても負けは負けだ。俺が消えたんだ。とっとと優勝を決めてこい。ああ、言われなくても分かってるぜ。それじゃな、ブレッド。あれで早いんだからな。俺までデータを信用できなくなっちまうぜ。
翔くん。ぜえ、ちょうどよかったぜ。一人で歩くのも退屈だったんだよ。せっかかったんだ、一緒に行こうぜ。ってわけには、行かねえよな、ゴーくん。ジェイ、本当前には感謝してるよ。世界グランプリが始まってから、エボリューションにはいつも俺たちのサポート役ばっかりさせちまってるからな。でもまあ、今回はチーム戦じゃねえんだ。どうせこれが終わったらまた同じビクトリーズの仲間になるんだし、こんな時ぐらい、一対一で気兼ねなく、一丁本気で戦おうぜ。うん、そうだね。一緒のチームじゃお互い見えない部分もあると思うし、それに僕もゴー君のビートマグナム相手にエボリューションがどこまで通用するか本気で試したいと思ってたんだ。ああ、そうこなくっちゃ。それじゃあ俺様のビートマグナムがビクトリーズでナンバーワンだってこと改めて思い知らせてやるぜ。そのビートマグナムを見ながらエボリューションも進化してきたんだ。エボリューションの本当の力ここで見せてあげるよ。よし、それじゃあ勝負だぜ。手加減なしだぜ。うん、もちろんこっちも手加減しないよ。あー、でもシャークシステムで真っ二つはやめてほしいな。さすがだね、ゴー君。乾杯だよ。でも、やっぱ同じチームにいると見えないことってのもあるもんだな。え、何がだい？お前のことだよ、ジェイ。こうやって本気で走ってみると、改めて同じチームでよかったって感じるぜ。ゴー君。まあ、こういう収穫があるなら、たまにはこうやってチームの仲間と本気でやり合うってのも悪くねえな。うん、そうだね。これからもよろしく頼むぜ、ジェ。こっちこそ。それじゃあゴー君、ちょっと悔しいけど先は譲る。残りのレース頑張ってね。ああ、任しときな。お前の分まで暴れてきてやるぜ。